花の色を映した刃に虎を。バサラクロニクル開幕。石田三成、あんたに話がある。長祖壁元地下何の利益もなく同盟を組もう。そのようなザレ事を信用できる。貴様も家康に味方するのか。私の首を手土産にでもするつもりか。なんだ、そんなつもりはこれっぽっちもねえ。あんたも随分とお堅いな。さては裏切られるのが怖いのか。うるさい、知ったような口を聞くな。貴様も家康を殺すつもりか。その覚悟で来た。仲間の仇だ。許しちゃおけねえ。あいつは俺との約束を破り、人としての道を外したんだ。家康と戦うため、家康のためだけに私と結託するというのか。家康を殺すのは私だ。貴様にその権利を譲るつもりはない。そう来ると思っていたぜ。だったらあんたにでも俺の心を分からせてやろうじゃねえか。心だ。それがあるだけまだマシだ。私の心は死んだのだ。それならあんたは何で怒っているんだ。触れるな、このひび割れた心に。あのお方が残っ、復讐だ。どうした、こんな風に誰かと顔を張り合った気がするな。何を言っている。昔から夢だけはでかかったな。今はもう昔の話だ。マジかよ。家康、どうして変わっちまったんだ。貴様の昔話など